と論争は、1550年から翌1551年にかけて、スペイン国王カルロス一世の命により行われた、インディオ問題をめぐる討論もしくは論争のことである。ラスカサス、インディオの自然権を主張し征服戦争を否定した。セプルベダ、インディオを、先天的奴隷人都市征服戦争の正当性を主張した。1547年。 アリストテレス学者として巧妙であったセプルベダが、アリストテレスの先天的奴隷人説をインディオに適用しその正当性を主張した第二のデモクラテスの観光を計画した。これに対し、かねてから中米植民地における征服者の暴虐を告発し、1542年カルロス一世に自らの報告書を提出していたシンプラスカサスは出版差し止めを提出した。 カルロス一世によって、サラマン科学派の法学者を中心に構成された委員会は観光の差し止めを決定したが、同時に、征服戦争の非を認めない征服者の調罪を拒否することを求めたラスカサスの著書、調罪規範も回収となった。この結果、セプルベダは、同書を退逆罪と異端の疑いで告発し、ラスカサスも反論を行った。これを受けて、 国王カルロス一世は、インディアス数期会議の要請を入れ、インディアスにおいて、インディアを国王に服従させる方法を協議するための14名から、なる、審議会を設置し、委員長にドミンゴデソトを任命した。審議会は1550年8月15日に、バリアドリッドで開会され、ここに召喚されたラスカサスとセプルベダの二人の論者が、変わる変わる自分の意見を陳述した。 1> 第1日目、第2のデモクラテスを要約したアポロギアを準備していたセプルベダは、不況の前に征服によって、インディオを国王の支配下に置くことが、インディオのキリスト教家にとっても有益であると3時間に渡り陳述し、第2日目はラスカサスが皇太子フェリペに献上した弁明書を一時一句朗読することで始まり、これが5日間続いた。 外してセプルベダの主張は、オビエドのインディアス博物史、征服史によりつつ、先住民は野蛮人であり、先天的奴隷に相当するというもので、これに対しラスカサスは、自らの経験をもとに、先住民の大半が文明的生活を送っていると証言し、ビトリアの著作を論拠として、異教徒であるインディオの自然権を主張した。このため両者の意見は、真っ向から対立し、 過去に行われた戦争の正当性をめぐって激しい論争が展開された。このことから、この審議会自体がバリアドリッド論争と称されるようになったという。両者の論旨の取りまとめは委員長である外に委ねられ、彼の作成した報告書をもとに委員会が検討。翌1551年には第2回の審議会が開催された。審議の内容は不詳であるが、 外や委員の一人であったカノーラの法学者の立場がラスカサスに近かったこともあって審議ではセップルベダ側が劣勢となったと言われる。最終的に審議会はこの問題について明確な決着を下さなかったが第二のデモクラテスの観光が許可されなかったことから見ておおむねラスカサスの主張が認められたものと考えられている。この背景には インディオの人権の容認というよりは、むしろ植民地で王権から自立して、先制権力を欲しいままにする征服者や、エンコメンデイロに対し何とか規制を加えたいという国王の意向が反映していたと言われる。1556年、新国王フェリペ2世は、財政再建のためエンコメンデイロからの献金を期待して、エンコミエンダの世襲を認める方針を打ち出したが、 ラスカサスラの反対で頓んした。その一方でフェリペは1568年と1577年の法令により、修道士がインディアス問題に関与したり、先住民の文化、宗教について執筆することを禁止し、聖職者による植民地支配批判を封じようとした。1573年にはインディアス基本法が制定され、 先住民の権利が一応保障されると同時に、武力ではなく平和的な手段で先住民を教会と王室の支配下に置くことを定め、問題の決着が図られた。ありがとうございます。